赤紙は海上自衛隊発の海洋観測艦。同系艦はない。第二次世界大戦前の日本では、第二本帝国海軍水路部が海洋での測量、観測任務を行っていたが、戦後は運輸省の外局を経て、海上保安庁の創設とともにその霊化へと移行していったことから、その後発足した海上自衛隊には海洋での測量、 観測任務を専門に行う艦は存在しなかった。しかし対戦線のパッシブ戦化に伴って、海上作戦の効率的な遂行には、海洋環境資料の収集が求められるようになり、海底地形、低出や潮流、海流、地時気、水質や海上気象などを相互に関連づけて、精密に測定する必要が生じた。 海上自衛隊の海洋観測としては、まず1961年により、磁気海水温度記録装置装備艦によって、航海中の定時 BT 観測が開始され、翌年からは、その観測資料に基づく BT 通報が開始された。その後、護衛艦、苦戦艇によって、対戦船のための BT 観測が、総海艇によって、水中固定機器設置のための海洋調査及び、 大気雷戦のための総海水路の調査がそれぞれ実施されてきた。しかし研究が進展し、必要な観測要素及び観測深度が増加すると、そのための装備を護衛艦等に搭載するのが困難になってきた。また国としても、1961年には海洋科学技術審議会を設置して、各艦長、機関の海洋観測体制の強化を図っており、 1969年には、旧カ国協力の黒潮共同調査が予定されていたことから、海上自衛隊にも観測艦建造の機体が関係方面から寄せられるようになった。このことから、海事発の海洋観測専用艦として計画されたのが本艦である。なお、旧海軍では最初で最後の専用測量艦として、畜子を保有していた。 第三次防衛力整備計画の策定当初は最小規模の700トン、速力12ット、乗員58名程度が考えられていた。しかしこの規模では、陶器の北太平洋における行動には不十分であり、最終的には1420トンの艦となった。船型は艦首から船体中央までブルワークを備えた朝鮮首労型とされており、 船体設計は小船構造とされている。また水船部は対抗構造である。右舷が観測弦とされているため、こちら側の選手楼は短くなっており、完備看板と辛地の作業看板が UFO 看板様に煙突直下まで続いている。右舷側中央部に観測用機器を搭載しており、一方、左舷には内貨艇、作業艇が搭載された。 観測機器の投入、要臭のため、完備作業甲板のクレーン2機をはじめとして、各種のダビットやウインチ類を備えていた。主機関としては、川崎重工業、ンの V 型6気筒機関である V6V22-30 エイティルディーゼルエンジンが搭載された。これは、マン社によって開発された VV22-30 シリーズの系譜に属するが、同系列機は、 同年度計画以降で建造された補助官邸で一般的な機種となった。また、任務の特性上14ノットで巡航して16,500回りという従来の海上自衛隊の官邸の中でも長大な航続距離を有した。赤紙は第3次防衛力整備計画に基づく昭和42年度計画艦5101号艦として、 日本交換鶴見造船所で1968年9月21日に寄港され、1969年5月30日に浸水、1969年10月25日に収益し、同年10月1日に新編されたばかりの海洋業務隊に編入された。1975年、電子戦装置を追加、1980年3月17日、海洋業務隊が 海洋業務軍に改編。1999年3月24日、除籍。収益中の総工程は、約68万回り、海洋観測任務は194回、日数にして3011日に及んだ。映画、日本沈没深海探査艇、ケルマディック号の母艦として登場。実感の感情で撮影が行われている。ありがとうございます。